何ですか？神田さんをトイレに行かせてあげてください。彼女本当に辛そうだし。ルールを知ってて休憩時間にトイレに行かなかった彼女が悪いんです。何でもルール通りにすりゃいいってもんじゃないと思います。頭でっかちの官僚じゃあるまいし。